おーい、ルイ、ここにある荷物は運んでしまうぞ。他に運ぶものはない？ああ、こちらは大丈夫だよ。ありがとう、司くん、エム君。ああ、では運ぶぞ、エム。俺が台車を押すから、お前は荷物が崩れないよう見ていてくれ。了解であります。さて、あとは。ねね、手が空いてるならこっち手伝って。花びらがまだ綺麗に掃除しきれてないから。ああ、わかったよ。僕を見ているじゃないか。何か僕と話したいことがあるんじゃないかい？掃除を手伝ってほしいと声をかけてきたのも本当はそのための口実なんだろ。まあ、何を気にしているのかは分かっているけどね。あの時僕の様子がおかしいと二人は気づいてくれたのに、何も言えなかったから。ねね、この前のことなら。うん、大丈夫、分かってるから。え？何を朝日さんと話してたかは知らないけど、すっきりしたんだなっていうのは感じた。だから、何に困ってたのかを言わなかったこととか別に気にしなくていいから。じゃあ、僕に話しかけるタイミングを計っていたのはそれを伝えるためかい？まあね。でもこういうのって、気にしなくていいって言われたらむしろ気にしろって言ったみたいに聞こえちゃうでしょ。だからルイが気にしてなさそうなら蒸し返さなくてもいいかなって思ったんだけど、うまくできなくてごめん。いや、ありがとう、ねね、気にかけてくれて。ううん、たまたま知っちゃっただけだし。あ、 M ももう気にしてないと思う。すっきりしたこと分かったみたい。そうか。でも一言声はかけておくよ。理由は何であれ、本番前に余計な心配をかけてしまったからね。それがいいかも。それにしても終わってしまったね、宣伝公演。でもワンダーステージでのショーは続くでしょ。次の公演どうするか考えないと。ひょっとしたら M も司ももう次の公演のことを考えてるかも。その可能性は高いね。ワンダーランズショータイムのみんなとやりたい演出がまだまだたくさんあるんだ。 M 君といつかやろうと話している水中でのショーもまだ実現できていないし。うん、ネネやネネロボにも銃を舞ってもらったり爆発の演出をつけてみたりしたいし。うん、ちょっと司君にだってフィジカルの限界を超えて挑戦してみてもらいたい演出が山のようにある。楽しそうでよかった。ああ、とても楽しいよ。みんなが一緒だからね。さあねね、さっさと掃除を済ませて司くんたちのところに行こう。はいはい。